賢者の選択リーダーズ、本日お招きしておりますゲストはディップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします。2つ目のキーワードは、はい、満足度ナンバーワンです、はい、これどういう思いが込められているんでしょうか。はい、ビジネスの基本は満足をいかに提供できるのかっていうのが、まあ、競争に勝つ、はい、まあ、非常に重要なキーになるんだなということでですね、でじゃあそれがお客さんだけの満足なのか、じゃあ一緒に働いてくれる仲間はどうなのか、はい、あの株主満足もそうですし、はい、まあ、当然自分も満足したいですし、まあ、そういった点ではその皆さんの満足をいかにして高めていくのかっていうのをテーマにしたいなと思ったんですね、はい、お客様のとこにカタログサービスで行ってですね、はい、でまあ、お客様がちょっと不満そうだったんですね、はい、で、まあ、本当はそのカタログを提供したいんじゃないのよね、はい、派遣先のお仕事の情報を提供したいなという話になったんですけど、はい、じゃあここを満足させるのはお仕事の情報を提供することなんだっていうふうに思ったんですね、うん、その業界の、はい、そこから、まあ、だったらそのサービスを始めようと、はい、思ったのが今の働くネットの前身の派遣のお仕事情報サービスというサービスなんですが、そこだったんですね。まあ、いかにそのお客様にもっともっと満足してもらうためには何をすればいいのかっていうのはやっぱり常に考えてます、ね、そしてちょうど時代はインターネットの時代になりました。そうですね、はい、はい、まあ、ただやはりインターネットの時代といってもですね、はい、その頃インターネットユーザーっていうのは 20% もなかったんですね、はあはあ、銀行の、はあ、でちょうどその、まあ、インターネットでお仕事情報を提供し始めてたんですが、はい、80% の方は利用できないサービスだったと、うん、でそこでコンビニ端末とインターネットを融合することによって、はい、100% の方が利用できるようなサービスを提供できないかなというふうに思ったんですね。はたらこネットの成長によりディップは2001年11月からポータルサイト最大手のヤフーと業務提携、事業はさらに大きく発展していった。そのヤフーさんのパワーはやっぱりすごくてですね、はい、急激にやっぱりユーザーが増えて、はい、そのユーザーが増えればお客様の満足も高まってっていう、うん、もう本当にいいスパイラルになったんですね、はい、で、はい、売り上げも上がる、でお客さんも増える、でさらにユーザーも増えるみたいな形になったんですが、はい、はい、まあ、ですからそうやってその皆さんの満足度ナンバーワンということを考えると、やっぱり当然まあそろそろ上場とかそういうこともお考えになったんですね。そうですね、当然あの投資していただいている人が満足をするっていうのは上場しかないわけですよね、はい、うん、そういった点ではもうあの上場っていうのはもう常に意識をしてやっておりましたね、はい、2003年末リップは会社設立時からの念願であった東証マザーズへの株式公開を控えていた。よし、もうあと3日後に、はい、上場だという時にですね、はい、まあ、1本電話が入ったんですね、はい、でそれが、まあ、ヤフーの担当、僕の担当の方なんですが、はい、まあ、非常に言いにくいんだけど、はい、その提携の解消が決まったと言われたんです。競合他社とヤフーの新たな契約によりリップは業務提携を解消される。株式公開を控えた3日前、富田は上場を断念せざるを得なかった。でも盛り上がってたわけでしょ。そうなんですよ。でも、まあ、3日前ではもんですから、3日前ですよねもう社員とのですね、はい、その上場パーティーみたいなものですね、はい、浮かれてですね、その豪華な船を貸し切ってですね、はい、そこで船上パーティーをやろうとかですね、はい、そういうことを考えてですね、はい、で、まあ、その予約もしてたんですよ、はい、でその総務の人間がですね、はい、そのパーティーどうしますかって聞きに来たんですね。でお前パーティーやるわけないだろうと、はい、まあ、上場もダメになったと、うん、ね、ヤフーとの提携もなくなると、はい、まあ、当然社員のモチベーションも落ちるだろうと、はい、そうすると売り上げも下がっていくと、これはまずいなと思ったんですね、うん、で、この流れを変えなきゃいけないというふうに思ってですね、
どうやったら流れが変わるかなと思って、うん、あそうだとパーティーをやっぱりやろうと、うん、でパーティーを、はい、でそのパーティーをその上場パーティーは当然上場しないからできないものですから、はい、ヤフーとの卒業パーティーにしようと、はい、卒業、ね、はい、これはもう我々卒業なんだと、はい、次のステージに上がるんだと我々は、うん、なるほど、はい、という形で、はい、やはりその社員を全員集めてですね、はい、でパーティーをやったんですね。これやはりあの、はい、最初キーワードありましたけど、うん、ピンチはチャンスに変えなきゃいけないという、はい、ことだったんですね。なかなかでもそういった思い切ったことはできないですけどね、富田社長はやってらっしゃいますよね。でもその、まあ、ピンチをチャンスにも変えてきたんですが、ある意味チャンスもピンチと思ってたんですね、はい、でヤフーとの提携が決まってすごい効果があった時ですね、はい、すごく危機感を抱いたんですね、はい、でこれはヤフーの力でうちは伸びてるんだと、はい、でヤフーは当然別法人ですから、はい、なくなることは十分あり得るんだと、でなくなった時はこれはやばいぞと、で営業現場を見に行ってもヤフーのアルバイト情報ですって言ってね、してたんですね。でもヤフー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 ってみんな言ってるもんですから、これはまずいなと思ってですね、でその時に脱ヤフーキャンペーンをやろうというふうに思ったんですね、はい、でそのヤフーっていう言葉を使わずに売れと、はい、まあ、それもあったもんですから、そのパーティーの時にもうすでにこのまあ準備はしてるんだと、ヤフーとの卒業に向けてずっと動いてたんだと、はい、もう今以上のユーザーを必ず集めると、うん、だからもうみんな自信持って売れという形で、あのみんな話したんですね、うん、そしたらもう社員の方からですね、もうヤフーとの提携がなくなるのが楽しみですみたいな話になってですね、すごく盛り上がったんですね現場は、うん、これを機に社員の士気も高まり、その後も業績が落ちることはなかった。そして2004年5月、上場断念からわずか5ヶ月という期間で VIP は念願の上場を果たした。まあ、上場されますと当然資金が集まりますが、はいはい、それをどういうふうに活用されたわけですか。はい、あの、まあ、求人ビジネスっていうのは、はい、その IT って言いながらもある意味非常に泥臭い営業っていうのが大事なんですね、はい、やっぱり人海戦術でとにかく人の数、うん、やっぱり我々はナンバーワンを目指してたもんですから、はい、そうするとナンバーワンの企業と同等レベルの、まあ、まず営業マンの数が必要となってくる、はい、まず人を採用したいということで、うん、どんどん人を採用してですね、はい、やっぱり人ということですね。そうですね、何に投資するかというと、はい、そう思います本当に、はい、人材育成に力を入れている DIP。 DIP の人材育成について話を聞いた。新卒 の、 あの採用をあのメインにあの人員の拡大をあのしてきておりますので、初めて社会人になる、まあ、彼らに、まあ、しっかりとその社会人ビジネスパーソンとして の、 あの基本をあの学んでもらう、まあ、そしてあの、まあ、新卒採用を中心にしてきたっていうのは、白紙の状態で入ってくる新卒たちにしっかりと DIP の DNA を継承してもいってもらいたいっていう狙いがありますから、スタンス教育っていうことを非常にあの大事にしております、まあ、加えてあの今年からは iPad を今あの全営業マンに配ってるんですけれども、まあ、その iPad を使った、まあ、営業スキルの研修をもうあの社長がもう顧客役になって直接、まああのまあ、伝授していくような、まあ、そういうあの営業スキルアップの教育にもあの力を入れています。あのこれはやっぱりあの社長の、まあ、人が財産だというあのその、まあ、経営哲学でもう本当にあの、まあ、それを大事にしているということの、まあ、一つの証だというふうに思います。まあ、iPad せっかくいただいてるんで、まあ、今正直、まあ、使ってるっちゃ使ってるんですけど、紙をなしで使うってやってないんですよ。やっぱりその、まあ、ネットっていうところでかなりネットはいやうち紙だからって言われる人が多いエリアなんですよ、まあ、それを嫌だっていうのをその1回の訪問で、ああそうなんだ、ただ結構持ち帰らなきゃいけないことも昔は結構あったんですけど、最近はその場で、あじゃあ
もうやろっかみたいな、その即私の話は分かってもらえるっていうのを、その確率をもっと高めていければ、まあ、数字もそうですし、もっともっとできることが増えるんじゃないかなと思います。まあ、世の中いろんな流れがありました。企業にとっては例えば2008年、はい、リーマンショックっていうのがありました、はい、これはどういうふうに、あれは本当びっくりしましたね、リーマンの影響っていうのはここまであるのかっていうぐらいですね、うん、まあ、実際マーケットもその3分の1以下になっちゃったんですね。あ、そうですか、うん、世界中が大打撃を受けたリーマンショック。日本の数多くの企業が人員削減を推し進める中、 VIP は一切リストラを行わなかったという。その理由とは、やっぱりその企業の採用のお手伝いをしている、人材ビジネスをやっている、その会社がその景気が悪くなったからといって人を辞めさせるっていうのは、まあ、いかがなものかと思いますよね。入社当時から言われてたのが、まあ、社員は家族だじゃないですけども、まあ、従業員満足度ナンバーワンにしていきたいって。で、従業員がまあ満足度が上がれば、もっと外に自分たちの商品って売っていきたくなるよねっていう話とか、やっぱりそこのまあ意思を組んで、まあ、そのリーマンショックの時も、まあ、リストラっていうのをしないっていうところだったんで、自分たちの中ではなんかまあそこはちゃんと守備一貫してたんで、なんかあんまり違和感というかは、まあ、優しい会社じゃないですけども、ちゃんと言ってることは間違ってないんだなっていうところの意思はなんか感じた気がします。求人ビジネスって非常にその景気に影響されると、はい、で、いや、影響されない求人ってないのかなって考えたんですね、うん、で、いろいろ考えると、あ、介護があると、はい、医療があると、はい、これはですね、やはりそのまあリーマンの時でもそのニーズが落ちなかったんですね、はい、でじゃあ今後どうなっていくかって、どんどん伸びていく、はい、まあ、マーケットであると、はい、いうので、だったらじゃあそのマーケットに進出しようと、ナースで働こうっていうサービスなんですが、まあ、ナースの紹介事業を始めさせていただいたんですね、はい、ナースで働こうというのはですね、看護師さんに向けてですね、病院の情報だったりとか、その働いている病院さんの入職者の声とかを集めて、看護師さんにより良い求人の情報を提供しているサイトになります。看護師さんがご希望をいただいて、こういうところで働きたいですっていうところでも、やはり看護師さんにとってそれが一番いい選択なのかっていうのは入ってみないとわからないっていうところがあります、まあ、ただ私どもの経験だったりとか、病院知識を用いまして、より働きやすく長く働けるところを紹介してあげる、まあ、それが一番マッチングとして重要なことという感じで、そういうサービスを行っています。やはりユーザーが何を求めているのかっていうのをですね、はい、まあ、いろいろ考えるのと、はい、まあ、あとはそのライバル企業との差別化っていうのは非常に重要なもんですから、うん、ユーザーって何を気にしてるんだと、このお仕事ってもう決まったか決まってないかとか、どのぐらい人気あるのかとかですね、うん、すごく気にしますよね、はい、であればそのインターネットであればどれだけ応募されたのかっていうのがカウントできるものですから、はい、それをリアルタイムで表示しようと、はい、そうすれば、あ、ここだったらいけるんじゃないかとかですね、そういう目安になりますよね、はい、うん、あと、まあ、今コスプレとか結構流行ってるんですけど、はいはい、やっぱどんな服を着て働くのかって結構学生の方って気にされてるもんですから、はいはい、そうですね、形から入るというか格好から入る人が多いです。こんな格好してみたいみたいですね、はい、そうですね、あってですね、でその制服情報が必ず見れるようにしようとかですね、いうのを考えたんですね。やはり変化対応っていうのはそのベンチャーにとっては非常に重要なキーワードだと思いますし、我々のような規模の企業ですと早すぎてもダメなんですね。やはり早すぎるとそれになるまでの体力は持たないものですから、早すぎても遅すぎてもダメっていう、このタイミングっていうのは非常に重要だと思いますね。では続いてのキーワードは何でしょうか。はい、チャレンジし続けるです。顧客、取引先、社員の満足度ナンバーワンを目指して邁進する VIP 株式会社のリーダー富田秀樹、次なるキーワードはチャレンジし続ける。その核心に迫る賢者の選択リーダース。
本日お招きしておりますゲストはリップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします。さて3つ目のキーワードはチャレンジし続けるということですけど、これはどういう思いが。そうですね、やはり事業って現状維持っていうのはありえないと思うんですよね。やっぱりどん、まあ、常にその競争してるわけですから、はい、それに常に勝っていかなきゃいけない、うん、そのためにはどんどん新しいことにもチャレンジしていかなきゃいけないというふうに思ってますね。具体的にではどのようなことにチャレンジしていかれてるんですか。そうですね、まあ、やはりその環境の変化、周りの環境に対応していくっていう部分においては、はい、今じゃあ求人の中ではどんな問題があるんだと、うん、その中でもさらに我々のターゲットにしている非正規雇用の 人たちの、まあ、時給っていうんですかね、うん、がなかなか上がらないっていうのがあってですね、はい、で我々はやはりこの、まあ、時給を上げるっていうことに対して何かお手伝いをできないものなのか、我々がこの時給だと採用は難しいですと、はい、時給を上げてくださいというのは非常に効くんですね、うんうん、採用コンサルタントでも我々ありますので、やはりそのいかにその人を効率よく採用するかっていう部分においては、やはり時給を上げるっていうのは非常に効きますよっていうことを訴えかけていくことによって全体的な時給を上げていってですね、実際に我々のサイトと他社のサイトのその時給のアップ率っていうのは全然違うんですね、うん、でその時給を上げてくれたその企業に関してはここは時給を上げましたっていうレーザーサラリーマークっていうのをつけてですね、はい、で、まあ、その時給を上げてる企業だって分かりやすく表示してるんですね、そうですか、はい、まあ、それとこれからは高齢社会ですよね、はい、これへの取り組みはどういうふうに考えてらっしゃいますか。はい、まあ、本当に今いろんな、まあ、求人の部分の問題があって、はい、やはりそのシルバー層の活用とかですね、はい、主婦層やなんか、はい、もう一度引退された方の、まあ、パートとしての活用とかですね、はい、まあ、あとは、外国人の、まあ、労働者っていうのも、はい、今重要な問題になっておりますし、はい、まあ、そういった中ではそれぞれに対応したその、まあ、専門サイトをどんどん今立ち上げているところなんですけど、はい、まあ、DIP ということですけど、はい、このドリームということで言いますと、はい、どういう夢を持っていらっしゃいますか。そうですね、やはりその企業の存続が難しい中ですね、はい、30年50年100年とですね、はい、存在してさらに成長し続けてですね、はい、多くの方々にやはり、影響を与えるような、それも本当に社会を改善できるような、うん、そんな存在になれるような、うん、そんな企業になっていきたいというふうに思っています。そうですか、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのこれからの人生にいろんないいこともあれば悪いこともあるかもしれません。ピンチに出会った時にこっから見たらピンチかもしれないですけど、もしかしたらこっちから見たら、もしくはこっちから見たら、それがチャンスに変わることってよくあるんですね。僕もそれをたくさん経験してきました。皆さんもぜひいろんなことがあってそれがピンチだと思っても、それはチャンスになる可能性があることなんだと思って、それをぜひね、チャンスに変えていってください。皆さんのご健闘を祈ってます。頑張ってください。